今回は、こっくりさんの呪い、呼ぶ声、足跡の主は、怪現象の元凶、という話を紹介します。ではどうぞ。私には霊感と言われるものはないと思います。なので、この話には幽霊お化けの類は一切出てきません。ただ、私が見えてなかっただけかもしれませんが、まだ私が小学校5、6年生だった頃のことです。当時、誰もが知っている、こっくりさん、が流行っていました。オカルト好きだった私や、友人たちの間でも当然話題になり、私もぜひやってみたかったのですが、なぜか学校で、こっくりさんは絶対にやってはいけない、という規則があると言われ、禁止されていました。実際にはそんな規則はあるわけもなく、おそらく、良くない遊び、として、どこかの親が子供に言い聞かせたか、または誰かがこっくりさんに信憑性を持たせるため、そんな噂を流したか、だと思います。しかし禁止されると余計にやりたくなるもので、ある日、私を含む4人で、こっくりさんをやってみることにしました。実施する時間は夜が良かったのですが、子供だけで遅くに集まることはできません。ところが、ちょうど近所で夜祭りが開かれており、そこに行くという名目で4人集まろう、ということになり、場所は学校の教室にしました。当日、なんとか4人で学校に忍び込み、教室に集まります。メンバーは A 君、B 君、C 君、私です。A 君はクラスの中でもリーダー的存在で、このオカルト好き集団の中でも当然リーダーでした。あらかじめ A 君が用意してきた文字や数字、鳥居などが書かれた用紙を広げます。そして鳥居の場所に10円玉を置き、それをみんなの指で押さえました。A 君が何か呪文のようなものを唱え、準備完了です。よし、誰かこっくりさんに聞きたいことないか？私は特に聞きたいこともなかったのですが、B 君と C 君がいろいろと質問します。と言っても小学生の他愛のない質問です。〇〇の好きな子は？俺、将来何になっている？バツバツ先生ってカツラだよな。などなど。質問のたびに10円玉が文字の上を動き、答えを示します。私は指に力を入れてなかったのですが、誰かが勝手に動かしているのだろうと思っていました。他の3人もそう思っていたと思います。ほぼ予想通りの回答が得られ、恐怖も感じずにワイワイとやっていましたが、これで最後、といった A 君の質問で雰囲気が変わりました。こっくりさん、最後の質問です。この中で最初に死ぬのは誰ですか？私たち他の3人は唖然とします。何聞いてんだ、やめろと言おうとしましたが、すぐに10円玉が動き出しました。私はこの時ばかりは指に力を込め、10円玉を止めようとしたのですが、全然止まりません。10円玉は鳥居から抜け出し、最初の文字に向かいます。他の B 君や C 君も止めようとした様子でしたが、それでも動きは止まりません。そしてこっくりさんが最初の文字を示しました。は、の字を見て、みんな凍りつきます。それは B 君の名前の最初の文字でした。B 君の顔を見ると、みるみる青ざめていきます。言われもない恐怖を感じ、A 君も含み、みんな一斉に指を離しました。B 君は半泣き状態。なぜか A 君を責める気力も失せてしまい、その日はそれで終わりにして、各自無言のまま帰宅したのです。そして2日後、B 君が亡くなりました。呪いによる不可解な死、ではなく、交通事故でした。しかし当然、こっくりさんのことが頭に浮かびます。A 君と C 君も同じように感じていたと思いますが、お互いにそのことには一切触れず、こっくりさんを行ったこと自体、なかったこととして忘れることにしました。それから約8年後のことです。A 君は小学校卒業とともに引っ越し、C 君は私とは違う中学へ行ったため、3人は小学校以降、会うことはありませんでした。しかし、ある日突然 A 君から電話が、C と3人で会わないか？昔のこともありましたが、どうしても会いたいというので、一人暮らしをしているという A 君の家で3人で会うことになったのです。約束の時間に待ち合わせの場所に行くと、C 君がすでに来ており、あまり変わった様子はありませんでした。そして遅れること5分、A 君がやってきましたが、彼は変わっていました。昔は活発で運動神経も良く、リーダー的存在だった A 君。しかしその面影はなく、すっかり痩せ細り、正気のない顔をしていました。再会の挨拶もそこそこに、A 君はすぐに家に行こうというので、3人で A 君の家に向かいました。A 君の住んでいるアパートは、お世辞にも綺麗とは言えないようなアパートです。なんとなく嫌な感じのする建物でしたが、A 君の部屋に入るとその感じはさらに増しました。部屋の壁のあちこちに、何やら難しい文字のお札や、写経を写した紙が貼ってあり、変な形の水晶や数珠、お香の道具のようなものが置いてあります。一体何事かと聞いても、A 君は何も答えず、とりあえず、そこのテーブルの前に座ってくれ、と言われました。
テーブルの上には一枚の紙が置かれています。紙には文字や数字や鳥居の絵。それは忘れもしない、こっくりさんの紙でした。そして A 君がこう言います。これはあの時使った紙だ。これからもう一度、こっくりさんをやるぞ。私たちには、A 君の意図が全く理解できませんでした。二人で理由を問い詰めると、A 君はやっと説明をしてくれたのです。8年間彼を苦しめ続けている話を。小学校の頃、こっくりさんやったよな。あの時、最後に俺、変な質問したろ。最初に死ぬのは誰だ。で、そうしたら、は、で、B の名前の最初の文字さしたろ。あれな、本当は名前じゃないんだ。俺が口で言った質問はフェイクみたいなもので、心の中で違う質問をしてたんだよ。こっくりさん、B を呪い、せますか？って、あれは俺の質問に対する、はい、っていう返事だったんだ。正式なこっくりさんの紙には、はい、と、いいえ、のような言葉も書いておくらしいですが、私たちのその紙には書いていませんでした。それというのも、A 君が元からその質問をする予定だったので、答えが、はい、いや、いいえ、では、ごまかすことができないから、書かないでおいたそうです。昔、A 君はリーダー的存在でしたが、B 君も負けず劣らず、頭も良く運動神経も良く、何より格好も良かったのでクラスの人気者でした。A 君は、子供ながらに彼を邪魔に思っており、ある時、A 君が好きだったクラスの女の子が、B 君を好きだということを知って、B 君を憎むようになり、こっくりさんをやって脅かしてやろう、と思ったそうです。話をしているうちに、A 君は泣き始めました。しかし B 君が死んだのは事故です。私はオカルト好きではあったものの、人を、せるような呪いなんて、あるわけがないと思っていました。あれは偶然が重なった事故なんだよ。B が死んだのは A の責任じゃないって。そうそう。第一そんな呪いなんてあったら、この世の中もっと大変なことになってるぜ。A 君は首を強く振り、泣きながら話を続けました。違う、あるんだ。呪いはあるんだよ。霊もいるんだよ。実際にそこにいるんだよ。ずっといるんだよ。何やっても離れていかないんだよ。そこ、と A が指を指しながら言っても、部屋には私たち3人しかいません。しかし話を聞いているうちに、だんだんと部屋の空気が重くなり、肌寒いような感じがしてきました。人を呪わばあな2つって言うだろ。B を呪い子、してしまった俺が死ぬまで、こいつはずっと離れないんだ。途中でやめたからだ。あれは途中でやめちゃいけないんだ。そんなこと知っていたはずなのに、怖かったから。本当に怖かったから、やめてしまったんだ。A 君は叫ぶように言いました。さらに A 君は続けます。何でもやったよ。日本中回ってお祓いしたり、お札買ったりお経読んだり。でもダメなんだ。当たり前だよな。だってもう B を死なせてしまったから。俺が死ぬまで終わらないんだ。そんなことない、ただの思い込みだ、と励ましてももう聞く耳も持たないようでした。そして A 君はなぜ今日、私たちを呼んだのかを話してくれました。今日呼んだのは、さっき言った通り、もう一度こっくりさんをやるためだ。あの時やめたままで終わってるからな。ちゃんと返さないと。事態が飲み込めました。それなら、こっくりさんをちゃんと返せば、A 君は助かるのでは？と思い、C 君と私は、再びこっくりさんに参加することにしたのです。あの時の続きということで、は、の位置に10円玉を置き、指を置きます。A 君がまた呪文を唱え、そして言いました。こっくりさん、どうぞお帰りください。しかし10円玉は動きません。A 君はもう一度言います。こっくりさん、どうぞお帰りください。動きません。私たちも声を揃えて言います。こっくりさん、お願いです。どうぞお帰りください。こっくりさん、ごめんなさい。お願いです。どうぞお帰りください。すると、10円玉がゆっくりと動き出しました。鳥居ではなく、文字の方へ、お、そのまま次の文字へ、い、次の文字へ、で、そして鳥居に戻りました。おいで。意味がわかりませんでしたが、C 君が早く終わりにするように言います。ああ、こっくりさん、ありがとうございました。これでこっくりさんは終了です。気分はどうだ？ C 君がそう聞くと、A 君は少し落ち着いた様子で答えました。うん、なんか楽になった気がするかな。まだ、何か見えるか？まだいるのか？いない。さっきまでいた場所にはいない。何も感じないし、もう平気なのかな。そう聞いて、C 君と私は安堵します。A 君もやっとぎこちないですが、笑顔を見せてくれました。その後、3人で外で食事をし、また近いうちに会おう、と言って解散しました。しかし、もう A 君に会うことはできなくなりました。その次の日のニュースで、A 君が飛び降り自殺をしたことを知ったのです。前日に A 君と会っていた、ということで警察が私のところに来ました。
現場の状況と、遺書らしきメモ書きから、自殺と断定したそうですが、その内容がどうもわからない、ということでした。そこには一言だけ、こう書かれていたのです。B が読んでるから、行ってくる。私の話は以上です。呪いというのは本当にあるのでしょうか。私は霊を見ていませんし、こっくりさんも、A 君が自分自身でも知らないうちに、潜在意識で10円玉を、動かしていただけかもしれません。しかしその後に B 君が事故で死に、それにより A 君が長い間苦しみ、最後に死んでいった、というのも事実です。これは呪いによるものです、と言っても、私は否定できません。これは俺が厨房の時の体験談の一つだ。古い社宅に住んでいた家族は、俺と母と姉、父とは別居していた。別居というか複雑な関係。週に一度くらいは社宅に来る。ある日、いつもと変わりのない週末の夜、俺は自分の部屋で、寝っ転がって漫画を読んでいた。自分の部屋といっても、姉と共用だが、姉はその時、風呂に入ってた。母は襖越しの隣の部屋で、テレビを見てたんだと思う。そんな時、不意に、おい、と誰かに呼ばれた気がして、俺は身を起こした。気のせい？テレビか？と軽く思い、また寝っ転がろうとした時、おい、今度ははっきり聞こえた。親父が来て、玄関から呼んでるのかと思った。でも、親父の声とは違うような気がした。妙に曇った声だったんだ。俺は固まったまま、様子を伺ってみた。ボロ社宅なので玄関に誰か来れば、物音が聞こえるはず。しかし何も聞こえてこない。聞こえるのは隣の部屋のテレビの音。不審に思った俺は玄関を確認しようと思い、襖に手をかけたその時。おい。また聞こえた。俺の後ろから。しかし、振り返ってみるが誰もいない。目の先には、カーテンの閉まった窓があるだけだ。外から呼んでる？とも思ったが、ここは2階。下からでも大声で叫べば、窓が閉まっていたとしても、聞こえないことはない。俺は窓に近づきながら、いろいろな解釈が頭を巡った。友達？こんな遅くに？やっぱり親父か？玄関の鍵閉まってたか？窓までの距離は約1メートルくらい。ここまでは恐怖とかの感情はなかった。日常的な軽い疑問程度。おい。また聞こえてきた声に、俺は固まった。窓のすぐ外から、曇った声が聞こえる。そう、まるでガラスに、口を押し付けているかのような曇った声。若干ちびりそうになる。ここから恐怖に変わり、ゆっくりと窓から離れる俺。というかゆっくりとしか動けない。本当はダッシュで、母のいる部屋に飛び込みたかった。おい。勘弁してくれ、声の振動でガラスが震えてるのがわかった。カーテン越しの窓の方を凝視しながら、隣の部屋への襖に後ろ手をかけ、ゆっくりと開ける。泣きそうになりながら、母に助けを求めようとした。が、母の姿がない。テレビからは、バラエティ番組の笑い声が聞こえるだけだ。俺はもうダッシュで台所へ。そして潮は静かんだ。そして、潮を撒き散らしながら、あの窓の部屋へ。そしてそのままの勢いで、カーテンめがけて潮の塊を投げつける。その時、俺が頭に浮かんだ精一杯の除霊方法だった。しばしの沈黙に、固まる俺。あれ？やっつけた？すげえな俺、と思って、一瞬得意げになった。何はともあれ、確認しなければ部屋にいられたものじゃない。修学旅行で買った木刀片手に、カーテンに近づき一気に開ける。その瞬間、ば。と何かが横に隠れた。俺は声にならない叫びを上げたと思う。隠れたのは頭っぽいもので、後々思い返せば頭で間違いない。顔はよくわからないが、目や鼻や口のようなものは一瞬見えた。ここで俺は二度目のちびり。もはやちびるというレベルは、超えていたかもしれない。窓の外は安全のためか、鉄の柵がついている。一度試したことがあるが、外から一階の柵によじ登って、二階のこの場所まで来ることは可能だった。泥棒か、覗きか。人であってほしいと心から願った。が、隠れるとしたら下に身を伏せるなり、飛び降りるなりしないだろうか？と考える。柵は窓の前にしかついていない。横は、無理だ。捕まる場所がない。そう考えながらも、すでに木刀の先で窓を数センチ開けてしまっていた。わざと大きい音をさせながら、一気に窓を全開にし、木刀を持った手だけを外に出して、がむしゃらに木刀を振り回したが、手応えはなし。潮のせいで足の裏が痛かった。木刀に何も当たらなかったことを、確認できただけで、俺は少しほっとしていた。しかし、窓を半分ほど閉めたとき、外に何か見えた。俺の手は止まる。この窓から外を見下ろすと、右斜め前に駐輪場が見えた。これまたボロい駐輪場は、コンクリートでできた、長方形の倉庫が設置されている。
その倉庫の側面に頭が生えてた。90度横になって、鼻から下半分はコンクリートに潜っている形だ。暗い街灯に照らされていて、男だか女だかもわからなかったけど、確実に俺を見ていた。どうしたん？急に声をかけられて、心臓飛び出る思いで振り返ると、そこには母がいた。何こぼしたん？これ。俺は母に、いいから、外見てみ、砂利置き場見てみ、と、ジェスチャーで伝える。母は眉にしわ寄せながら、窓を全開にして外を覗いた。しばらくキョロキョロした後、固まる母。な、見えるだろ？返事もせずに静かに窓を閉め、母はカーテンを閉めた。いるんだねえ、ああいうの。間違いない。いるんだ、幻覚じゃないと母によって確信。母は、思いついたような顔して。あんたさ、さっき外行った？と不意の質問をしてきた。何それ？どういうこと？さっき、あんたの声で玄関から、行ってきます、って聞こえたんよ。いつの間に玄関に行ったのかと思って、見に行ったんだけど、靴あるし、変だなぁと思ってこっちの部屋来てみたん。そして俺に声をかけたらしい。その日は二度と外を確認することなく、母も俺もすぐ寝た。ちなみにビビリな姉には内緒ということで、次の日、元気なガキンチョたちの遊ぶ声で目が覚めると、窓が開いていた。母が開けたのだろう。外へ確認しに出る。階段の踊り場から駐輪場を見るが、何もなかった。結局何もかも謎だらけのこの一件により、俺と母は霊の類を信じざるを得なくなった。今はもう社宅は取り壊されてしまったので、何も確認しようがないんだが。東京に住んでいた頃の話。俺は中野で賃貸住宅を探していた。結婚したばかりの妻がいて、同居人家のところを探す必要がある。さらにペット、変に思うかもしれんが、本物のタカ、がいるので、ペット家のマンションを探さなければならず、しかもペットがペットなので、部屋探しは難航していた。そんな中、ある不動産屋でペットの件を相談していると、若い男性の担当者が、はっと気づいたように、ここ、どうですか？と聞いてきた。タカ、いいんですか？ええ、大家さんはいいって言ってます。鳥だから結構汚れますよ。大丈夫です。同居人は、狭くても結構でしたら、紹介してもらったのは、6畳の部屋とキッチン、ユニットバスのワンルームで5万円、私鉄の駅まで3分の高立地。ワンルームとはいえ、これで同居人とペットかは本当かと疑ったが、どうも本当らしい。妻と一緒に見に行くことになった。場所は全く問題なく、建物も異常はない。以前に安いアパートを探している時に、裏がすぐ墓場ということもあったが、そんなこともなかった。至って普通の建物で、コンクリート3階建ての2階だ。ここってやっぱり、みんな犬とか猫とか飼ってますよね？念のため、一応確認してみると、担当者は首を横に振った。いえ、誰も。え？ペット家じゃないんですか？ええ、本当は違うんですけど。大丈夫なんですか？黙って飼ってて、見つかったら出てけじゃ困りますよ。以前、そういうことがあったから、俺は心配になった。大丈夫です。大家さんはいいって言ってますから。なんだかよくわからないが、いいって言ってるんならいいか。2階に上がると、廊下を挟んで、両側向かい合わせに部屋が並んでいる。廊下を灯す室内灯がやや暗く感じた。廊下に何か？足跡か？担当者の説明をよそに、俺は、それ、に釘付けになった。緑のフロアタイルに、裸足の油がついたような足跡が残っている。それだけなら、特に不思議ではない。足跡の形と位置がおかしいんだ。説明が難しい。全体は女のつま先立ちに最も似ているが、指の数が親指も含め4本、数が合わない。犬でもないし、猫でもないだろう。その他知っている限りの、あらゆる生き物とも異なる。人間の女の足で、指が足りないというようにしか見えなかった。しかも、それがちょうどかかとを浮かせて、さらにかかと方向を合わせる形でワンセット。これが交互に前、後ろが逆になりながら、奥の部屋へと続いていたから、目が点になった。もともと、いろんな動物を扱う仕事をしていたので、動物には結構詳しい方だ。それなのに、どんなに頭をひねっても、この足跡の答えが見つからない。しかし、結局安さと便利さには勝てない。これから先、ペット科の物件が見つかるかもわからないし、そもそも、これまでに相当の時間がかかっている。今のアパートもすぐ出なくてはならない。ここならベランダも広く、高を置くスペースも申し分なかった。結局、即決という形に、そのマンションに越した初日の夜、異変があった。電灯を消すと、3階で走り回る音がする。3階は以前親が住んでいたが、今は誰も住んでいないはず。歩幅と走り方などから、子供の足音のようだ。
なぜ親がここを出て、近くに移り住んだのかは知らない。何かがあったのだろうか？電気をつけると、音は静まる。消すと、音がする。その日はそれで終わった。その後も、電気をつけていると、異様なことは起こらなくなった。しばらく住んでいるうちに、いくつか分かってきたことがある。まず、住人はうちの部屋を含め、3部屋しか入っていない。うちの隣の部屋に若者の男が一人。音楽をやっているようで、たまにロックが聞こえる。そして一番奥、足跡が続いている部屋に中年の男が一人。特におかしいところもない、普通のおじさんがいて、帰らない日が多いようだ。残りの部屋は、会社の倉庫や空き部屋らしい。足跡は、定期的についているというより、月に何度か業者が掃除に来るので。その時に足跡は消え、いつの間にかまたついている感じ。いつしか俺も妻も、足跡があっても特に気にならなくなっていた。ある冬の日、鷹の訓練のため、鷹狩りの訓練で暗い部屋で、手に鷹を乗せるというものがある。深夜の2時頃、玄関口で鷹を手に乗せていた。6畳間は妻が寝ているし、外は寒いので玄関口で座って訓練。廊下の電灯は、防犯のために一日中ついているので、ドアの覗き窓から小さな光が差し込んでいる。それ以外はほとんど闇の中だった。ふと見ると鷹がドアの方を凝視している。鳥は暗い中では何も見えないので、普通はじっとしているし。それが訓練になるのだが、その時は違った。一点、ドアに向かって、睨みつけるように集中している。そして腰を落とし、口をやや開きながら威嚇の姿勢を取ったのだ。これは何かある、と思った刹那、覗き窓の光がスーッと消えた。それまでも、何度かこの訓練は続けていたので、深夜に若者が帰ってきた時など、足音や光の加減で、それが人間というのは判断できた。鷹もちらりと一別することはあっても、凝視などしたことはない。これは違うぞ。あれ、だ。足跡のやつだ、と、直感的にそう感じた。光の動きの様子から、部屋の前でじっとしていないことがわかる。移動しているようだが、音はない。感覚としては、襖くらいの高さの、ゾロゾロとしたものが廊下を通っている感じ。その証拠に鷹の頭も少しずつ動く。冷や汗が吹き出し、背筋が凍った。みたい。いや、それはいけないと、鷹の様子が知らせている。緊張の時間が続いて、ふっと、光が戻った。しばらくは動けなかった。鷹も落ち着いた頃、ほんの少しだけドアを開けて廊下を見る。最後に見た時にはなかったはずの足跡が、生々しくそこにあり、それがおじさんの部屋に続いていた。後日、霊が見えると自称する数名に、この話をすると、皆一様にもう話さないでくれ、と話を遮られたよ。その後半年ほどそこに住んで、田舎に引っ越した。あの足跡の主は何だったのか？何のためにあの部屋に出入りしていたのか？その部屋の中年の男は一体？今考えても、背筋が凍る思いだ。俺は就職のため東京に引っ越した。なかなか部屋はなかったけど、最後に不動産屋がしぶしぶ紹介してくれた部屋でさ。ひたむきでも新しい物件で5万円、1LSDK の広めの部屋。場所も、天狗の脇で、もろ都心。都心もそれほど家賃高くないな。掘り出し物かな、程度に思っていた。気がついたのは、異変が起こってからだったよ。この部屋は洗濯機等の家具付きで、テレビでお、死後、冷暖房、電気照明。あと、珍しいものでは、収納室、SDK の S、に、赤い自転車を置いてくれてた。丈夫な作りの建物だし、ほんと満足だったんだ。しかし、最初の晩から不気味なことが起こった。夜、風呂に入っていたら、部屋の方から何か聞こえてきた。と引きずるような、低い声の女性の喉が詰まったような音が、俺は驚いて、え？って声を出した同時に音が止んだ。気のせいと思ったけど、一人で風呂に入ってるのが怖くなった。そして風呂から出た時、異変に気づく。ひっそりと静まり返る俺の部屋。リビングの電気もついていない。比較的強気な俺だけどビビった。電気はつけてたはずなのに、俺は混乱した。脱衣所から外に出るのが怖くなる。幽霊なんて信じちゃいない。でも、脱衣所の外に広がる暗闇や、静寂はどう考えてもまともじゃない。気を沈めるため、とにかく体を拭いたけど、すぐに体はしけった。冷や汗が止まらなかったんだ。俺は汗を拭ききれないまま服を着た。何かご神用にと姉がくれたドライヤーと、ヘアスプレーを持つ。とにかく怖くて、歯がガチガチ震えたんだ。脱衣所の扉をゆっくりと開くと、そこには、何も見えない暗闇が広がってた。街灯の多い通りに面してるのがおかしいくらい、何も見えない。俺が生唾を飲む音が、嫌にそらそらしく耳に響いた。
突然、あの音がうつろな闇の奥から湧き上がってきた。俺は急いで電気をつけようとするが、スイッチを押してもつかない。音がいきなり大きくなった。近づいてくる。暗闇の中、俺はとっさに夜中だってことも忘れて、じゃあ、と叫び、脱衣所に逃げ込む。そのまま脱衣所の扉を固く握り、朝が来るのを祈ったよ。けど、俺の祈りは通じなかった。俺の握ったドアノブが、いきなりグイグイと下げられた。俺は力の限り抵抗し、必死で腕に力を込める。やめろー、叫び声が部屋中に響いた。それでも、ドアノブはグイグイと腕を押し下げてきた。もうダメだと思ったよ。今度は扉が引っ張られ、俺の腕は素早く扉を引き寄せた。無我夢中だった。やめてくれー。届くはずのない願いを俺は連呼した。その刹那。俺の心臓は、ドクッと大きく動いた。玄関の扉を叩く音だ。こんな時間に、何を騒いでるんですか。玄関だ。脱衣所の扉じゃない。助けてくれ。俺は叫ぼうとした。その時、俺の押さえる扉からすっと圧力が抜けた。ほっとした次の瞬間。俺の心臓は冷たくなる。扉に何かが突進し、ついで、それが潰れた気配があった。助けてください。俺は力の限り叫んだ。助けに来てくれたのは、下の階の夫婦。その二人によると、前の住人も夜中に騒ぐことがあったので、何度か注意をしていたんだそう。部屋の外で、俺は部屋の電気がつかないこと、部屋の中で起こったことを説明。夫婦は意外にも、黙って話を聞いてくれた。そして二人は、もう夜中だから、今日は私たちの家に泊まって、明日電気屋を呼ぼうね。って言ってくれて、涙が溢れた。東京なんて、高いビルばかりの冷たい街だと思っていたから。夫婦は本当に優しい人たちで、ありがたく夫婦の家に泊まらせてもらったよ。そして翌朝、夫婦の部屋から管理人に連絡して、電気屋を呼ぶことに。またこの物件か。やってきた管理人と電気屋が、ため息混じりに言った。この物件ね、よく停電するんだよ。なんでもないのに、電気が繋がらなくなっちゃうんだよね。そんな話を聞きつつ、俺は鍵を開けて部屋の扉をそっと開くと、そこには、異様なものが目に映った。脱衣所の扉に、べったりと赤い液体がこびりついていたんだ。あまりの恐ろしさに、俺は気が動転し、息ができなくなった。またか。扉を拭きながら、管理人が一人落ちる。今更で悪いんですけどね。罰が悪そうに管理人が続けた。前にも、何度か同じようなことがあったんですよ。ここはもともと、建売りのマンションだったんですけどね。なぜかこの部屋だけは、持ち主の意向で賃貸にしたんです。日当たりも悪いんですけど、この部屋は異様に暗くて、買い手がつかなかったんですよね。持ち主は、設計上貸しがあるに違いないので、とても人様には売れない。この貸しの分は、割安価格で賃貸にしようと言っていました。私は管理を担うだけですから、従いましたよ。管理人は言葉を止め、平静を保つためかタバコを吸う。しばらくすると管理人は、私を責めないでくださいね。ぽつりとつぶやいていた。最初の住人、責任は彼らにあるんですから。そこで、管理人は口を閉ざした。自分の部屋が怖いという事実に、俺は耐えられなかったが、自分の荷物が全部この部屋にあることが、それ以上に恐ろしかった。勝手で申し訳ないですが、引っ越してください。管理人が手を床につき、言葉をつなげる。引っ越しに必要な費用は、こちらが負担しますから。そう言われて、俺は本当に救われたよ。昨晩のことで破けてしまった心が、再び繋がった気がした。すぐに、不動産屋とマンションの持ち主に連絡。両者とも素直に納得し、解約の申し出はこの電話のみでいいと言って、引っ越し屋の手配も受け負ってくれた。引っ越し発番で、荷物の大半を開いてはいなかったのも、幸いしたように思う。片付けはあまりないけれど、俺の精神状態をひどく心配した夫婦と、管理人さんが手伝ってくれた。けど、片付けも終わって、いよいよ引っ越し屋を待つだけとなった時だった。旦那さんが、余計なものを見つけた。このビデオテープは君の？シーンと静まった部屋で、一同は俺を見つめてくる。震える手でテープを持ったが、俺の頭の中は真っ白だ。気づけば俺は、うっかりと余計なことを言っていた。違います。でも、見てみたい。ごくりとみんなが息を呑んだ。怖かったけど、俺は知りたかったんだと思う。きっとこのビデオには、何か手がかりとなる事実が映っていると、誰もが直感していた。あれは何だったのか？俺は自己責任において、ビデオを見ることを決める。管理人も夫婦も、真相を知りたい気持ちは同じだったようだ。その時、俺の PHS が鳴った。引っ越し屋だ。あと1時間くらいで到着するという連絡で、
ビデオを見るにはいい時間だと思う。テープを再生させてみると、この部屋を撮ったものだった。そこには、3人家族らしき人たち、キャッキャとはしゃぐ、2歳くらいの赤子がメインで映っていた。優しそうな父親と、美人だが陰鬱な顔の母親も映る。ただのホームビデオのように見えたが、しばらくすると、映像が切り替わった。うるさかった部屋は、今度は誰も映っていない。その代わりに、画面の左端に黒い影が映っている。撮影者の指のようだ。それから、なんだかごとごとと音がしている。俺たちは、しばらくじーっと画面を見つめていた。いやぁ。急に、か細い悲鳴が響いた。一緒にビデオを見ていた奥さんだ。目を閉じて、すっかり怯えながら、画面を指さしていった。洗濯機の中？俺は息を止めた。ごとごという音は洗濯機だった。よく見ると、何か見え隠れしているものが、小さな赤く染まった手だった。内部に入ってるものは容易に想像できる。ビデオに映っていたあの子だ。楽しそうに遊ぶ姿が印象的だった。あの赤子。誰もが固唾を飲んで見ていると、急に画像が乱れた。と波が入り、しばらくしてうつろな部屋が映される。みんな、動けないし、話せない。俺は背筋が凍りついた。洗濯機から赤い血のりが部屋の中へ、べったりと一本の帯となって続いている。そしてその先には、と這うように、うごめく赤い塊があった。ぐちゃぐちゃで、顔も手も、足もわからない。だが一つ、異様に目につくものがあった。それは、大きく異様に歪んだ口だ。口の中には、ぎょろりとこちらをじっと睨む瞳。血の滲んだ目だ。誰も声を出せなかった。沈黙の後、黙っていた管理人が泣き崩れる。こんなことが。そして、ビデオの中の赤い塊は、ね、とつぶやき、洗濯機の中へと這い戻った。次の瞬間、画像が上下する。撮影していたビデオカメラが、床に落ちたのだ。続いて画面に飛び込んだのは、意識を失って倒れた撮影者だった。陰鬱な顔をした美しい女性。ただ、美しさはもはや損なわれてしまった。真っ赤に染まったうつろな顔。その鮮血は、崩れた左の眼眶から絶え間なく流れていた。俺はその夜、すぐに部屋を出た。ホテルに着くと、例えようのない悲しみがこみ上げる。翌朝、天狗様へ行ったよ。彼らの冥福を祈るために。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。